ドナルド・ニューカムは、アメリカ合衆国ニュージャージー州マディソン出身の、元プロ野球選手、右投げ左打ち、サイアング賞の初代受賞者としても知られている。ニックネームは、ニュークで、中日ドラゴンズでの登録名でもあった。1944年から1945年まで、ニグロリーグ、ニューアーク・イーグルスでプレーした後、1946年に、ブルックリン・ドジャースと契約。 1949年5月20日にメジャーデビューを果たし、メジャー初の黒人投手となった。同年はリーグ最多の5完封を含む17勝8敗、防御率3.17で新人王に輝いたほか、ジャッキー・ロビンソン、ロイ・キャンパネラ、ラリー・ドビーと共に黒人選手として初めてオールスターゲームにも出場した。1950年は19勝。 1951年は20勝を上げるなど数字を上げていくが、1952年から2年間は朝鮮戦争に従軍し、チームを離れる。1954年に復帰すると、1955年には20勝5敗を記録し、チームのワールドシリーズ制覇に貢献。1956年にはリーグ最多の27勝を上げて、ナショナルリーグ MVP を受賞。 そして同年から制定されたサイアング賞の初代受賞者となった。チームがロサンゼルスに移転した1958年は、開幕から0勝6敗、防御率7.86とゼフ不調で、6月15日にシンシナティレットレックスにトレード移籍1960年7月29日にはクリーブランドインディアンスにするが、1961年の スプリングトレーニングが始まる直前に解雇。打撃も良く、メジャー10年間の通算成績は878、打数238安打で打率、271、15本塁打。メジャーやマイナーで、投手以外の守備についたことはないが、代打としても106回起用されている。代打成績は打率、227,0本とかんばしいものではなかった。 1955年5月26日には、ホームスチールも決めている。インディアンス解雇後は、ドジャースとマイナー契約。12年ぶりに、ドジャース参加トリプル A 級でプレーした。1962年、ラリードビーと共に、中日ドラゴンズへ、外野手とし入団。81試合に、出場、279打数73安打、打率、262、12本塁打。 43打点という成績を残した。1試合だけだが投手としての登板もあった。同年引退。MLB 通算四4 9勝は MLB 出身のプロ野球選手の最多勝利であった。ただしニューカムは外野手としての入団だったので投手の最多勝利は1990年にヤクルトに入団したフロイド・バニスターの三十三勝となる。また、 2012年に福岡ソフトバンクホークスにブラッドペニーが入団するまでは MLB 最多小経験者として日本プロ野球で唯一プレイした選手であった。引退後は1965年に自己破産。現役中に始まっていたアルコール依存症が深刻になるなど一時は日々の生活を送ることさえ難しくなっていたが1970年に 地域社会担当部長として、フルス・ドジャースに復帰。アルコール依存症を克服した経験から1980年には、ドジャース薬物アルコール啓蒙プログラムを開始し、2017年、退団。入国に関するカテゴリー。ありがとうございます。